アルバルク東京馬場雄大選手です。おめでとうございます。圧倒的な票数にて新人賞に選ばれました。選出していただいたからには胸を張ってこの場に立ちたいと思います。本当にこの賞に甘んずることなくこれからも精進していきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。ホーム開幕戦でその2本のダンクできたってことはすごい光栄なことですし、これからもトライしていきたいです。ねじ込んでチームに勢いを与えるっていう強い思いはありましたね。やっぱり周りに支えられた皆さんのおかげでここまで頑張ってこれてると思ってるので、2018年もその気持ちを大切にやっていきたいなと思います。パクさんに負けたらやっぱりまた連敗すると思ったので、それ以上の強度っていうのを求めてきました。特にやれることっていうのは限られてくると思うんで、やっぱりチームに脅威を与えるプレーだったりっていうところを意識してこれからもやっていきたいなと思います。